インドの台所へようこそ。今日はインドの台所でパニールのもう一つの料理をご紹介します。名前はマタルパニールです。でははじめにパンにギーを熱します。刻んだ玉ねぎを炒めましょう。ちゃんときつね色になるまで炒めて、これをちょっと冷ました後グラインダーに入れます。大さじ1杯の南京豆を入れましょう。このためグレービーが濃くなって最も美味しくなりますから、赤いチリパウダーも入れてグラインドします。これにプレーンヨーグルトを入れて、マサラの材料をヨーグルトによく取り混ぜてブレンドします。ではマサラのペーストが完成です。同じパンにもうちょっとギーを熱してクミンシードを入れます。次に生姜とニンニクのペーストを入れて数秒ぐらいまで炒めます。この段階で玉ねぎとヨーグルトのペーストを加えます。これを混ぜながら1分ちょっと炒めます。ではトマトピューレを入れます。このピューレのために 400g のトマトを使っています。これをよく混ぜた後ガラムマサラを加えます。この後このグレービーを 5-6 分まで煮続けるのは必要です。そしてコリアンダーとクミンシードパウダー、ちょっとだけのお砂糖、コリアンダーの葉っぱ、そしてお塩と、グレービーの濃度を整えるためにお水も混ぜて、最後に茹でたエンドウとパニール、さまざまな色でこのカレーが本当に美味しいみたいんですね。数分だと生クリームを入れます。ではマタルパニールが出来上がりです。絶対に挑戦してみて登録もお願いね。